とあの Wi-Fi の調子が良くなくって映らなかったですよね。星ありがとうございます。すいません、あの始まるすっぴんでごめんなさい。ちょっとすごくあの早く配信したかったので。おはようございます。お久しぶりです。元気でしたか皆さん。ちょっと待ってね、テロップだけ書かして。すっぴんなんで、すっぴんごめんなさい。すっぴんで、みんな元気でした？めっちゃ痛かった。てかショールーム配信したかったです。すっぴんなので、ちょっと待ってね、すっぴんなので、20分だけ、あと5時から一応ね、今からちょっとジム行くので、5時からまたあのお決まりのメイク配信をしたいと思ってます。おしありがとうございます。皆さん元気ですか？お久しぶりです。キムさん元気？大阪のおばちゃんやって皆さん元気ですか？リョータさんお久しぶりです。ですか？すごい、今日なんや。おめでとうございます。大阪のおばちゃんはーいありがとうございます。ハート皆さんありがとう。ちょっとあのランウェイ絶対歩きたいので、もう皆さんにも応援していただけて、頑張りたいなって思ってます。あー、クーデレ先生なんか声おかしい。クーデレ先生久しぶりクーデレ先生、千秋だよ。ん、まずありがとうございます皆さん。欲しい、あー、できやったー、できやったー。トマトバタでしょ、ありがとう。ない、眉毛。久しぶり、イノウィンさんもお久しぶりです。ショールームの皆さんお久しぶりです。ご無沙汰、ありがとう。ヒデさんありがとうございます。うそー、ヒデさんありがとうございます。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。クマたくさんありがとうございます。まあそのの、ひでさんありがとうございます。めっちゃたくさん、くま、めっちゃ嬉しい。ポーカーさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。どうしよう、これは約束は守る。もうひでさん私本当に頑張るんで、マジであの琉球アジアコレクションね、頑張ります。そんな応援してもらったら。9位まで5000人、今1位の人男性ですよね。絶対負けたくないねんけど。なんか関東のいましたよね。あ、井上さんハートありがとうございます。ありがとうございます。 Someone like you areYou all so bears. Love bears. カウントありがとうございます。0時スタートダッシュ配信。あー、やっぱ夜中やったんや。配信したかったな。昨日の12時からやってた。あ、みんなやっぱ見てたんですね。星ありがとうございます。あ、ハルポンツさんありがとうございます。ヒデさん、フェラーリの買い替えの残金支払い終わった。あのヒデさんすごいですよね。あのツイッターちょっと拝見させていただいたんですけど、めっちゃかっこいいの乗ってません？すごいですよね。かっこいい。終わったんですね、お疲れ様です。千秋ちゃん東京進出のご予定は？あのね、私東京ディズニーランド行くんですよ。あれは千葉かな、ディズニー行くんですよ月末。せや、まだイベント中やから配信しよう。星ありがとうございます。ハルポントさんありがとう。岩村さんで今払って納車2年後。え嘘、払い終わったのに納車2年後なんですか？やばー。
そうなんや。ゆきやさん4位。ほんまや、わ、4位や、イエーイ。4位、あ、なるほどね。10位から19、8、7、6、5までがちょっと差があれなんですね。ちょっとやったんですね。しゃ、4位、3位まであと、3位まで1万ポイント、嘘やろ。まあでも皆さんの力借りた余裕ですよね。ディズニーのお土産待ってるね。ディズニー、ディズニーね、あれはもう売った。2年後にもっとすごいの来るってことかな。やっぱ星、皆さん星ありがとうございます、ありがとうございます。やば、2年後に、2年間めっちゃ寂しいね。なんかその2年間なんかあれですね。リワポン、ネタバラしたな。あれ、あ、リオメロさんがやってるやん。あれ、ヒデさんじゃない、え、てかヒデ、その2年間車なし。あ、リワポンさんとヒデさんが知り合いなんや。面白、私のルームでそうやってね会話してくれてるとかめっちゃ嬉しい。 S 様、 S 馬さん、ありがとうございます。私デキアンさんもいつもありがとうございます。さっきヒデさんがクマを10体も投げてくださいました。どうしよう、めっちゃ嬉しい。ムーブに乗るよ、ムーブ爆笑。ムーブ、公共の場所での配信は要注意だよ、特に電車内とか遊園地。あ、せや、作権さんすいません、いいこと聞きました、ありがとうございます。せやせやせや、配信あかんねや。あ、じゃあホテルとか家の中とか公共の場所じゃ、外はダメってことかな。かも、外はダメってことかな。岩村さん、時速180キロの男が、そんなに180キロと体なんか反り返りそう、やばいですね。星ありがとうございます。はじめまして、エスホさん、エスバさんか、エスバさん、はじめまして、ありがとうございます。車持ってない、私も車はいつも借りてばっかりですね。サトシ男さん、はじめまして、ありがとうございます。コメント、好きなコンビニどこですか。あ、クデシス。好きなコンビニ、私結構ファミマかセブン入れかな。結構セブンイレブンの品揃えの感じめっちゃ好きなんですけど、セブンかファミマかローソンかな。ローソン、いや、ちゃうな、ファミマ、やっぱファミマかもしれないですね。ファミマですやろ、やっぱファミマか。ファミマが多いんかな、大阪、関西は。どうなんやろ、第三者の声や動画が入らなければいいけどね。あ、なるほど、なるほど。あ、友達とか知り合いが映る分にはいいけどってことですよね。なるほどなるほど。ラコはファミマプレゼンツで、私はもうファミマしか行かないです。やばいやばい。あ、そうやったんや、ラコはファミマ。ありがとうございます。ファミマか、オッケーオッケー。でもファミマかもしれないですね、やっぱり。ほんまになんか品揃えでも、知り合いのカメラマンの山田さんがすごいいつもセブンイレブンの新作を SNS に載っけてたりするんですけど、新作の出るスピードが一番こう鮮明なのはセブンイレブンなのかなって思うんですけど、でも結構入ってるのはなんやかんやファミマかもしれないです。リアポンさん、リアポン最高、280キロ出したことある、警察には内緒ね。280キロって相当でしょ。
ジェットコースターぐらいじゃん。ジェットコースターよりむしろ速い。280キロ想像つかないんですけど。品揃えはセブンやろね。うんうんうん、品揃えはセブン。でも何やろ、なんでファミマに行くの。なんか身近に感じる。ワンピース一番くじやってればコンビニはどこでもいいや。ああいうのもやってますよね、くじとか。すごいですね。今日から280キロの男と呼びます。ワンピース愛してますので。ワンピース好きなんですね。ゾロとか、私漫画とか読まないんで分かんないんですよ。漫画、本は読まなダメなんですけど、テレビで何回か見たことはあるんですけど、今度の車の画像またツイッターで画像送りますね。あー送ってください。てか2年後もめっちゃ楽しみにしてます。どんな凄物が来るんやろみたいな。タクケンさん、カズポンとの差をなくしてもらいましょう。あ、船の名前ね、フェラーリ。カズポンとの差をね、むしろカズポンなんて抜きますよ。カズポンさんなんて、カズポンさんに負けてられないんでね、カズポンをチアポンが抜きます。カタカナで書くと星になる。はい、もう今4位なんでね、3位まで1000も、ちょ、1万ポイントも切っちゃったので夕方で3位になります。そうですね、とりあえずはタワー10本やで。作研さんも今回応援お願いします。私ラコで歩きたいので、みんなもし私10月25もう完全に1日空けてるので、もう出る気満々でいるので、皆さんほんまに応援お願いします。作研支払い済みで預金貯金か、預金なしだよ。え、フェリーに乗って出るんでしょ、ヒデ。フェリーすげえ、フェリーやばい。もう4位かよ、やばいよ。ってさ、ちょっと1位とか1位2位あたりキープしたいんですけどね。まあ出だし4位なんて、だって前のゴシップウェイのイベントで見てくれなかった方も、今初めて見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけどね、今回のイベント要チェックです。1位だけがランウェイを歩きます。あの沖縄最大級のファッションイベント、ラコ琉球アジアコレクション出たいね。まあみゆちゃんが出るんでね、私も出ないとね。みんな大好きみゆちゃん。佐々木さん、10万あれば1位になれる。あ、10万ポイント頑張ります。後でまたメイク配信するんで見てください。5時ぐらいかな、5時半とか。